皆さんこんにちは。10月30日月曜日、今日のスペインニュースです。マドリッドの SNJ 日清文化協会メンバーズハウスからお伝えします。現在こちらの時間で午前10時30分。お天気は晴れ。外の気温が15度、室内が 22.2 度。お部屋の中の湿度が 53% です。それでは一つ目のニュースに入ります。クラシコ出場選手で一番の高級鳥は？去る土曜日、スペインサッカーリーグのクラシコと呼ばれるバルサ対レアルマドリッド戦が行われ、1対2でレアルマドリッドの勝利に終わった。バルサではラミネ・ジャマル、アレハンドロ・バルデ、フェルミン・ロペス、ガビなど。レアルマドリッドではベリンガム、カマビンガ、ロドリーゴ、ビニシウスなど両チームともに若手選手の起用が目立つが、今回のクラシコに出場した選手の中で最も高級鳥なのは誰かについて、サッカー市場調査を行う OK フィチャーヘスが情報を公表した。それによるとランキングは次の通りとなる。レアルマドリッドの選手ではトップはトニー・クロス選手で、年収は2438万ユーロ。括弧1週間につき46万8846ユーロ。で、これにダビ・アラバ、年収2250万ユーロ。ルカ・モドリッチ、年収2188万ユーロが続き、そしてビニシウスとベリンガムが共に年収2083万ユーロ、1週間につき40万577ユーロとなっている。また、バルサの選手では、トップがフレンキー・デジョン選手で、年収は3750万ユーロだが、怪我のため今回のクラシコには出場していなかった。よって、クラシコ出場選手の中でトップとなるのは、レバンドフスキー選手で、年収は2083万ユーロ。括弧1週間につき40万577ユーロ。これにジュレス・コンデ選手、年収1355万ユーロ。そしてラフィーニャ、1250万ユーロ。そして共に年収1000万ユーロのフェラン・トーレスとグンドガンが続くとのこと。こういったニュースです。まあなんか庶民にはね、ピンとこない大きな数字ばかりが出てきましたが、まあその年収で2000何百万ユーロとか3000何百万ユーロと言われてもね、本当によくわかりませんが、この1週間につきっていうのは時々こう出てきました。1週間で見ると、例えばレアルマドリッドの今回のクラシコ出場選手でトップとなっていたトニー・クロス選手の場合で46万8846ユーロ。このランキングの中では一番下になっていたレアルマドリッドの、まあ、若手選手ビニシウスとベリンガムで共に1週間につき40万577ユーロと。まあ、40万を超えてるわけですよね。40万ユーロといえば、今、日本円にしますと、6000万円か7000万円ぐらいですか？ 1 週間につきそれぐらいの給料を取っているということです。なんかね、すごいなと思いますが、でもこれだけの高級鳥になると、一体どれだけ税金に取られて、どれだけ実際に残るのか、ちょっとそのあたりはね、私も調べていません。おそらく、まあその大半がね、税金で持っていかれるんじゃないかと想像はします。なお、今、このニュースの中でね、私が発音しました選手のその名前が、日本でサッカーファンの方々でいつも聞き親しんでいらっしゃる、その名前とはちょっとこう合わなかったところがあったかもしれません。日本では日本風にカタカナ表記で、この外国人の選手の名前を表しているでしょうし、スペイン人はスペイン人なりに、スペイン人のその発音しやすい発音の仕方でね、表現しますから、また私はどうしてもこちらのスペイン人風の発音に慣れてしまっていますから、もしかしたら日本の方々が聞き慣れている名前とは一致しなかったかもしれません。まあ、この動画で文字情報としてもね、ご覧いただけていると思いますので、そちらの方でご確認ください。なお、この同じ文字情報が、ホームページの方、spainnews.com のそのニュースのコーナーでもご覧いただくことができるようになりますが、あちらの方は文字化け防止のためにアクセント記号だとかね、そういった特殊文字は使わずに英語で使われているアルファベットのみの使用によって書くことになると思います。
次のニュースです。10月の違法移民、カナリア諸島だけで1万3000人に。カナリア諸島に到着した違法移民の数は10月だけですでに1万3000人近くになっており、今年になってからの総数としては約2万7800名に達している。次々とやってくるこれら移民をすべて収容することはカナリア諸島だけでは無理があるため、スペイン全国の各州へ分散させており、ホテル、民宿、軍の施設、使われなくなっていた病院、宗教施設、さらにはサンティアゴ巡礼路にある巡礼宿などの協力も得て、各州行政は収容所として当てている。すでにカナリア諸島では6000人の移民を収容しているが、その他にはカタルーニャで1988名、アンダルシアで711名、マドリッドで450名、ガリシアで416名、カスティージャ・リオンで395名、カスティージャ・ラ・マンチャでも395名、バレンシアで350名、エクステレマドゥーラで346名、アラゴンで211名など、スペイン全国で受け入れている。こういったニュースです。カナリア諸島に到着した違法移民だけで、しかも10月だけで、すでに10月まで終わってませんが、約1万3000人。そしてそのカナリア諸島だけで、今年になってからの総数としては約2万7800名に達しているということです。これカナリア諸島だけでなくって、スペインのその他のいろんな海岸に到着した人々がいるともっと多くなるわけです。そういったね、移民たちが上陸する海岸沿いの町々、それから島々だけでは到底対応できないので、それをスペイン全国にこう分散して収容するということなんですが、スペイン全国に分散したからといって、これは根本的な解決にはなっていません。そのね、島に任せるのと違って、少しは当然負担は軽くなりますが、スペイン全国に分散したところで、こんなペースでどんどんこうね、到着が続くと、スペイン国内でももういっぱいになってしまいます。まあ同じようなことが他の国でも起きていますし、やっぱりこれはね、EU 全体の問題、そして国連全体の問題として扱わないと、解決にはならないんではないでしょうか。はい、次のニュースです。マドリッド、公共交通機関への電動キックボードの持ち込みを禁止。今月17日にマドリッドの地下鉄2番線で起きた電動キックボードのバッテリー爆発事件を受け、同種の乗り物の持ち込み禁止措置が去る27日の会議で決定された。持ち込み禁止となるのは、マドリッド市内の市バス、地下鉄だけでなく、マドリッド州内の他の市で運行されている市バス、そして市と市を結ぶバスについてもその対象となる。さらには、マドリッド市内にあるプラサデカスティーリア、モンクロア、プリンスペピオ、プラサエリプティカ、アベニーダデアメリカ、5カ所のターミナル駅への持ち込みも禁止となる。この禁止令が有効となるのは11月4日からで、今後同種の乗り物の安全性が確認されるまで無期限で施行される模様。以前にこのマドリッドの地下鉄で起きたバッテリーの爆発事件についてもお伝えしましたが、まあ、その後すぐに会議が行われて、マドリッド市内の乗り物に限らず、マドリッド州内の公共の交通機関ですね。そういったものについても持ち込みが禁止となるようです。そして、そういった乗り物だけではなくって、大きなターミナル駅になっているところ。具体的には、プラサデカスティージャ、モンクロア、プリンスペピオ、プラサエリプティカ、アベニアデアメリカの5カ所となっていました。こういったところへのその駅の中への持ち込みも禁止となるようです。今日はまだなっていませんが、これが有効となるのが11月4日からで無期限ということですから、特にマドリッドにね、お住まいの方々は気をつけるようにしてください。はい、次のニュースです。マラガ、ニューヨーク間直行便、毎日運行。コスタデルソルの中心、マラガとニューヨークを結ぶ直行便は、これまで夏のハイシーズンのみに運行されていたが、来年の5月2日より季節的なものではなく、毎日運行の定番ルートとなることが確定した。運行するのはユナイテッドエアラインで、マラガ直行便以外にも、ポルトガルのファド、アイスランドのレイキャビーク、ベルギーのブリュッセル、
イタリアのローマなどへの直行便も運航を始めるとのこと。アンダルシア州ではマラガへの直行便就航に加え、セビージャへの乗り入れについてもその可能性を検討している模様。こういったニュースです。まあ、マラガあたりにね、お住まいの方々が、まあ、ニューヨークへ行くのにも便利になりますし、ニューヨーク付近にお住まいの方々がスペインの太陽海岸、コスタデルソルへやってくるのもこれでね、随分便利になるようです。あと、ニューヨークからポルトガルのファドに行く直行便って、これがもう今まで本当に初めてのようですね。ポルトガルの南の方もね、いいとこです。で、面白いのは、その、ニューヨークとマラガの直行便ができたところで、やっぱりすぐに反応するのがセビージャですよね。セビージャがなんでうちはないんだ。アンダルシアではやっぱりマラガとセビージャってのは、どちらもね、その大きな街で競い合ってるところありますから、セビージャへの直行便の就航についても、具体的にね、話が進められていくのではないでしょうか。はい、ということで今日のニュースはここまでとしまして、いつものように余談の時間に入りたいと思います。余談の時間です。ここ何日か前だったと思うんですけどね、新聞を見ていて、ちょっとこうね、目に留まったニュース記事にこんなのがありました。バルセロナのレストラン経営者、50歳以上限定でウェイター、ウェイトレスさんを8人募集。まあご存知の通り、スペインという国は、その失業者数が非常にね、常に多い国なんです。そしてやっぱり50歳を超えると、なかなかその再就職の口がないっていうんで、まあそういう年齢になると、もう長期で失業しているっていう方が多いです。で、そういった中で、このレストラン経営者何件か経営していたと思うんですけども、50歳以上であるっていうのが条件で、人を募集した。まあその経営者に言わせるとね、若い方よりも、そういった年齢の方々の方が、お客さんへのその応対の仕方をよく心得ている。そして、まあある意味で、常識を超えている人が多い。そして実際お客さんの反応を見ていても受けがいいことが多い。そういったことをね、語っていました。その記事を見たときにね、私がまあ何を思い出したかと言いますと、近年になってスペインに旅行に来られ始めた方々は、昔のスペインのね、その様子をご存じないわけですが、昔のスペインっていうのはね、ちょっといいレストランに入ると、給仕をしてくれる方々はみんな年配の方々でした。ほぼ例外なく、若い、ね、方ってのはいなかったです。で、また女性もいなかったですね。年配の男性、ちょっとこう、いいレストランに行くと、年配の男性が必ず給仕をしてくれました。なんか白髪のね、男性とかそういう方が多かったんですけども、何かね、不思議と落ち着く感じがあったんですよね。まあ、若い方々、男女関係なくね、若い方々のそのテキパキとしたその気持ちのいい給仕ってのもいいんですけども、ある程度年齢のいった方のその落ち着いた話し方、身振り手振りすべてがね、なんか落ち着いた感じと安心感をね、与えてくれて、あ、こういう、日本にはね、もうなかったですね、そういう感じのレストランって普通なかったです。なんかもうリタイア寸前みたいな方が当たり前のように食堂をね、任されてるっていうね。お客さんの、まあ、応対をすべて彼らやっている。そんな感じのレストランってのは日本では普通見ることなかったと思いますけども、スペインに来て最初の頃はほとんどのレストランがそうでしたから、あ、随分違う世界なんだなと思ったと同時に、非常にこう居心地がね、良かったという思いではあります。いつの頃からかそういうレストランがなくなってしまって、なんか残念なね、感があったんですけども、まあこのバルセロナのレストランの経営者がね、やろうとしていることはなんか非常にわかる気がしましたね。もうだいぶ前になりますけどね、一度その、サンティアゴ・デ・コンポステーラのパラドールで夜食事をした時にね、なんかもう雰囲気も変わってしまって、昔からもう頻繁にパラドール私は仕事で行っていましたから、ウェイターさんたちなんてみんな知り合いだったんですけども、その人たちがみんななんかもういなくなってしまって、ほぼ全員若いスタッフにもう総代わりしていたんですね。経営の方針が変わったんでしょうけども、その年配の方々みんな多分もうクビになっちゃって、みんなこう若いウェイターさん、ウェイトレスさんに変わったんです。まあ、テキパキと動いてんですが、ものすごく居心地が悪くなりましたね。そしてサービスの質が極端に落ちたと、そう実感したのを覚えてます。で、その後、パラドールにクレームを出しましたけどね。
昔のあの良き時代は一体何だったんだろうね、って。ものすごく落ち着いて、心地よく食事ができたあの時代が懐かしくって、もう本当に、本当に残念でね、ついこのメールを出しました。私のようなね、存在がちょっとこんなクレームを出したところで、意見を言ったところで、この五つ星超デラックスホテルのね、経営方針に何ら変化は起きないかもしれないけれども、まあ一人の意見としてね、一応送りますね、出したら、ものすごく丁寧な、そのパラドールの責任者から返事が来まして、とんでもないって、もう本当に貴重な意見をありがとうございました。今度からこのパラドールをね、ご利用いただく場合、予約される場合は、もう直接私を名指しでね、私宛にメールを書いてください。必ず満足いただけるようなサービスをさせていただきますって、そういうね、ものすごく丁寧なね、謝罪文が来ましたけどね。本当にこの年配の方々のね、そのサービスっていうのはやっぱり若い方々にはない、いいものがありますから、なんか、このバルサのレストラン頑張ってほしいなという気がしましたね。はい。話は変わりまして、昨日ね、ずっとここにご滞在中のゆうきさんが朝スタッフと一緒にセゴビアの日帰り遠足に出発されました。そしてその後、少しして60代のご夫妻が MH を訪問されました。MH ってこのメンバーズハウスね。いや、事前にちゃんとメール連絡があってお越しいただくのをお待ちしていたわけですが、まあ、その方がこのチャンネル、YouTube チャンネルのちょうど1000人目の登録者となってくださった方のようです。ただまあ、この YouTube はね、1000人になったかと思えば、また999人に戻り、また1000人になったり、また999人とか998人とか8になったりね、その増減を繰り返しますから、おそらくちょうど1000人目に入りましたという方は何人もおられたと思うんですけども、まあ、その中のね、お一人だったようです。このご夫妻は、スペインにはすでにご旅行で何度かお越しになっているようですが、近い将来、もう少し長期で来たいなと思っていらっしゃるようで、まあ、今回メンバーズハウスを見学にね、来られたようです。まあ、1時間ぐらいメンバーズハウスのサロンで楽しくお話をして、まあ、その後お帰りになりました。まあ、昨日のね、夜のそのサッカーリーグ戦、ラジオのホーム戦を見に行かれるとおっしゃってましたから、多分楽しみだと思うんですが、まあ、試合結果は引き分けだったようですね。まあ、これをご覧になっているかわかりませんけども、0-0 の引き分けではなくて2-2だったようですから、きっと現地は盛り上がったんではないでしょうか。この後もね、気をつけて旅を続けください。近い将来、お会いできるのを楽しみにしています。で、昨日セゴビアへ遠足に行かれた結城さんは、ずーっとなんかね、ここ何日かお天気が不安定の中、まあ、幸い好天に恵まれたようで快適な観光ができたようです。まあ、これで今回のご旅行、3週間のね、ご旅行のすべての観光予定が終わり、ご滞在最終日となる今日は、今さっきね、レアルマドリッドのスタジアムへ出かけられました。明日帰国されるので、今夜はバルへ出動、別れ会となりそうです。で、そう、今日はね、その、だいたい毎晩ね、私もそのネットで、日本のニュースをちょっと見るんですけどね。最近なんかこう、日本のニュースを見ていた、これちょっとお話しした方がいいかなと思ってたことがあったんです。それはね、何かと言いますとね、ちょこちょこ目につくのが、日本の東京の渋谷ハロウィンのことで、ものすごい人が集結してね、渋谷にね、どんな問題が起きるかわかんないから、外国人の方にも来ないでください。そんな感じのメッセージを発信してるって、そういうニュースを何度か目にしたんですが、そういったニュースの中で一つね、不思議な表現がされているのが耳に残りました。どうしてその外国人たちがたくさんこの渋谷ハロウィンにやってくるのかっていうことの説明で、世界でここだけが大人も仮装するので、大人の外国人が楽しみにたくさんやってくる。そういう報道があったんですが、ちなみに世界を私は知りませんが、スペインでは普通に大人も仮装しています。そんな子供だけが仮装するなんてとんでもない話でね。スペイン人は大人になっても仮装大好きですから、もう仮装してる人いっぱいいます。ということで、まあ、どこまで真面目にそういう表現をね、そのニュースがされていたのかわかりませんが、世界で大人も仮装するハロウィンは渋谷にしかないというのはこれ大きな間違いです。まあ、世界でという言葉を使うときにはもう少しね、調べてからにした方がいいかもしれませんね。さて、先週末金曜日のライブニュースでもお伝えしましたが、この後ですね、11月前半は、ちょっと私が所用でバタバタしていますので、いつものパターンでの動画配信ができなくなります。
あらかじめ用意しておける動画は準備して自動的に公開されるようになっているんですけども、毎週月曜日、金曜日のニュースは、その時の最新情報をお伝えする番組だけに、先に作っておくことはできませんので、お休みさせていただくことになります。このニュース番組を今まで通りの形で再開できるのは、多分11月19日以降になると思います。毎週水曜日にお届けしています写真で旅するスペインも、まあ、1回ぐらい抜けることがあるかもしれませんが、大体維持できると思います。まあ、いずれにしましても、ほぼいつものペースで何かしらアップするスペイン関連動画は用意していますので、これまで通りご覧いただければ幸いです。ということで、今日もまたその間にアップできる動画作りに励むとします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆さんのご登録、いいねをいただけると助かります。それではまた次回お会いできるのを楽しみにしています。